どうもこんにちは。本日はですね、ハサップで具体的にやることを一般衛生管理バージョンというテーマでお話をしていきます。でこのハサップっていうのはですね、もう本当に皆さん聞いたことも見たこともなかったと思うんですけれども、そんなハサップをじゃあ実際どういったものなのか、まあこれ略語なんですけど、何の略語なのかであったりとか、まあそういったハサップとは的なお話っていうのをですね、前回させていただいたと思うんですけれども、じゃあ実際にじゃあ店舗側に立った時にですね、このハサップっていうのがどういった手続きっていうのを踏んで、でどういった内容でですね管理をしていけばいいのかっていったところは、まだ不明瞭な部分っていうのがあるとは思います。なので本日はですね、そういったところを具体的にちょっと見てみて、皆さんがじゃあやる立場になった時に、じゃあどういう風にやればいいのか、そしてですね、消費者の方々もですね、じゃあどういう風に管理をされてるからこそ安心して飲食店に行けるよねっていったところをですね、皆さんと一緒に見ていければなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは早速見ていきます。で、ハサップっていうのはですね、この4つ具体的にやっていただくことっていうのがあるんですね。それがですね、一般衛生管理と重要管理における計画書と、そして実施記録、この2個ずつをですね、作成をしていただくと。これがですね、ハサップでやるべきことになります。はい。で、じゃあ実際にですね、これやらなかった、じゃあどうなんのというとですね、指摘をされてしまったりとか、場合によってはペナルティがあることもあるんですね。なので、まあぜひですね、まあ注意していただきたいんですけれども、ただ、そうは言うものの、まあめんどくさいなっていう印象を持たれていたりとか、実際にどうやってやればいいのかってわかんない方もいらっしゃると思うので、早速見ていきますね。で、これやることとしてはですね、まず手続きを踏む段階で、二つのパターンがあるかなと思っていて、新規オープンをされる場合と、あとはもう既存の店舗がある場合、この二つですね。で、まずですね、新規オープンの場合っていうのは、そもそも実施記録っていうのはないのは当然なので、計画書のみの提出になります。で、その計画書をですね、保健所に申請をするときに一緒に提出をしていただくというのが、まず一パターン目ですね。じゃあ次、既存店舗の場合はどうすればいいのかっていうと、営業許可書の更新っていうのがあると思うんですけど、その更新のタイミングで一緒に、提出をしていただくと。で、この場合はですね、もう実施記録っていうのは当然あることだと思いますので、なのでまあ実施記録と、あとはこの計画書っていうのを2つずつ作って、で、それで提出をするというような形です。なんと、そんなやらんといかんのかと。はい、やらなきゃいけないんですね。で、実際にね、サボってしまうと、どんなことが起きるかっていうと、まあ、すぐにですね、見つかることってはないと思うんですけど、ただですね、これランダムで担当がですね、巡回するんですね。大丈夫ですか、コンコンと。はい、見せてくださいよ。はい、ハサップ出してくださいよ。と。はい、ないんですか、はい、ダメです。みたいな感じですね。もう結構厳しいですよね。はい、っていうのがあるんで、なので日頃からですね、まあ、作成っていうのをしておく必要っていうのがあるのかなというふうに思います。まあ、確かにですね、やっぱりめんどくさいかなっていう印象はあるんですけれども、ただ僕らが、その消費者からするとですね、やっぱり飲食店に行くときには、安心安全でご飯っていうのを楽しみたいですし、まあ、そういった意味でもですね、と飲食店の方々には、まあ、ぜひともですね、頑張ってやっていただけるとすごく嬉しいなとは思ってはいます。はい、じゃあ実際にですね、じゃあそういうものの、じゃあ何を準備すればいいのかと、もうハサップは分かったと、もうこれを準備しなきゃいけないのも分かった、じゃあどうやってやるのかと、何を準備すればいいのかっていったところだと思うので、そこをですね、ちょっと本日具体例を交えながらですね、見ていければと思っております。はい、でまずですね、この一般衛生管理ですね、はい、これ7つありますよってお話しさせていただいたと思うんですけれども、その7つの中からですね、本日ちょっと3つ抜粋させていただきまして、で実際に何をしなきゃいけないのかっていったところをですね、具体的に見ていきます。でそもそもですね、この一般衛生管理っていうのは、管理するべきポイントっていうのが3つございます。はい、まず1つ目がいつやるのかっていうことですね。はい、で2つ目っていうのがどうやってやるのと、で3つ目っていうのが、じゃあ問題があったらじゃあどうすんのっていうところまで、はい、っていうこの3つっていうのを管理してくださいというふうに言われております。はい、じゃあ早速見ていきます。じゃあ具体的にですね、まず原材料の受け入れ確認ですね。これ7つのうちの1つですね。まあこれ一番最初にやることなんですけれども、じゃあこれを具体的に見てみると、じゃあいつどのように問題があった時どうすんのっていったところは、じゃあどういう計画書を立てなきゃいけないのか、これがですね、1つ目、原材料の納品時の時に外観、匂い、包装状態、表示、期限であったりとか、保存方法であったりとかですね、っていったところをしっかりと確認をしますと。はい、でもしですね、問題があった、そこに対して問題があった場合っていうのは、もう返品して交換をしてもらいますというような内容にしますよって、これが計画ですね。実際の営業になった時にこれを一つずつ見ていって、
で問題がなければね何の問題もないんですけど、だから、まあ、この原材料の納品時とでその確認事項っていうのはしっかりやっていきますよってで、ね、チェックをしていくと、はい、いうような形ですね。はい、次ですね。次は、冷蔵冷凍庫の温度確認ですね。これも前の動画でお話ししましたよね。でこれはですね、まあ、始業前、作業中、業務終了後ですね、はい、っていうので、まあ、やっていきますよと。で、じゃあどんな感じでやるのかっていうと、もう温度計で、もう来ないっていうのをもう確認しますと。はい。もう本当にもう温度計見て、で、これで温度っていうのを確かめてやっていくと。で、これが冷蔵の時っていうのは10度以下。そして、冷凍の時っていうのは、マイナス15度以下になるようにしますよと。はい。で、問題があった時っていうのは異常の原因を確認。設定温度の再調整。で、故障の場合は修理っていうのを依頼します。で、食材の状態に応じてもう使用しません、もしくはですね、まあ、危険な、状態ではなくて安全な状態にするために加熱をして提供をしますよと、はい、いうような内容です。はい、最後ですね、細かって感じですね。これ交差汚染、二次汚染の防止です。で1個目ですね、始業前、作業中、そして業務終了後にやります。でじゃあどんな感じでっていうと、冷蔵庫内の保管の状態を確認して、でまな板、包丁などの器具は用途別に分けて扱った都度十分に洗浄し消毒をすると、はい、でもそれでも問題が起きてしまったという時はですね、この生肉などによる汚染があった場合は加熱して提供、または使用しない、使用時にまな板や、包丁などに汚れが残っている場合、洗剤で洗浄、またはすすぎを行い消毒するのがめんどくさって感じですよね。で実際にですね、まあ、こうやってバワッと書かせていただきましたけど、じゃあ他の4つはっていうと、まあ、他の4つも実際に具体例とかっていうのはあるんですね。でこの具体例っていうのを用いながらですね、各店舗ごとにですね決まりを守ってで作戦をしていくというような、そんな感じになります。で実際にですね、この分かりやすいように概要欄にですね、このサンプルっていうのを貼っておきますので、なのでそちらでまた確認をしてみて、じゃあうちの店舗ではどういう風に計画しようねっていったところをですね、皆さんで話し合っていただいて、で安心で、そして安全なその状態のその飲食店の作りっていうのをしていただければなという風に思います。はい、それではですね、本日この一般衛生管理についてちょっと具体的に見ていったんですけれども、今度はですね、この重要管理、こちらも、次回の動画でお話しできればなという風に思っておりますので、まあ、ぜひ楽しみに見ていただければという風に思っております。はい、それではですね、本日はハサップで具体的にやること一般衛生管理バージョンというテーマでお話をさせていただきました。最後までご清聴いただきありがとうございました。最後までご清聴いただきありがとうございます。毎日毎日ですね、皆様のお力になれる情報っていうのを配信させていただいておりますので、応援してやるぜっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録、そしていいねボタンの方よろしくお願いいたします。またですね、取り上げてほしい話題などございましたら、コメント欄の方にメッセージよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。